県民の歯と口腔の健康づくりを目的に、今年2月に制定された笑顔が踊る徳島歯と口腔の健康づくり推進条例の制定記念フォーラムが6月10日徳島市で開催されました。この条例は、生涯にわたって健康で暮らせるよう、乳幼児期から高齢期に至るまで、すべての年代に応じた歯科保険対策を推進するもので、妊娠期および乳幼児期などの歯科保険対策、糖尿病を意識した歯周病対策、地域連携の推進の3本柱で構成されています。フォーラムでは、飯泉知事が関係者や一般の参加者およそ350人を前に挨拶をしました。県民の皆さんとともに、また関係者の皆さんとともに、健康徳島を作り上げていこう。会場では、日本歯科医師会の大久保光夫会長による基調講演が行われた後、飯泉知事や徳島県歯科医師会の和田昭仁会長らも加わり、笑顔が踊る健康徳島実現のためにと題したシンポジウムが行われ、ライフステージに応じた歯と口腔の健康づくりや、糖尿病と密接な関連を持つ歯周病への対策などについて意見が交わされました。自分の健康の、僕は口っていうのは源ではないのかなと、本当にこう食べる楽しみ、いつまでもね、僕は持っていただきたいし、徳島のこの長寿社会をですね、本当に健やかにやっていけるように協力をしていこうというふうには考えてございます。また会場では、6月4日からの歯の衛生週間にちなんだ図画やポスター、標語の展示が行われ、コンクールで最優秀賞を取った小学生が表彰されました。この歯と口腔の健康づくりを進めることによって、今一番注目をされている健康寿命、これを少しでも徳島が伸ばしていき、そして本当の意味での長寿大国徳島づくりが、今回のこの条例を契機としてね、ぜひ県内隅々にまで広がっていければと大きな目標としていますので、どうぞよろしくお願いをいたします。皆さんの歯は健康ですか？生き生きと健康で暮らしていくためには欠かせない歯と口腔の健康づくり、この機会に改めて見つめ直してみましょう。